2015年7月17日ボルナグラート展望台観光とボーテンボーデンからリッフェルベルクハイキング。ツェルマットには代表的な展望台が3つあります。一番近いロートホル、一番人気のゴルナグラート、ヨーロッパ一高い展望台クラインマッターホルン、今日はゴルナグラートへ、そしてノーテンボーデンからリッフェルベルクへハイキング。6時朝焼けのマッターホルン、ホテルのバルコニーで撮影。4日滞在して朝焼けが見えたのは1回のみでした。6時10分、朝焼け最終章です。8時半、ツェルマット駅構内の観光案内所でピークパスを購入。ピークパス3日間用は190フランです。ゴルナグラート鉄道でツェルマットからゴルナグラートへ。鉄道は長さ 9.3km、 標高差 1485m を33分で登ります。時速は約 20km、 自転車の速さです。全線でアプト式ラックレールが敷かれています。これがアプト式ラックレールです。登山電車はツェルマット駅発8時48分に乗車。車窓からのマッターホルンです。登山電車でツェルマットからゴルナグラートへ。鉄道は長さ 9.3km、 標高差 1485m を33分で登ります。全線でアプト式ラックレールが敷かれています。午前9時19分ローテンボーデン駅、標高 2815m を通過。終点ゴルナグラートの一つ手前の駅です。西アルプス山脈群の西南部にあるペニネアルプス山脈です。まさに絶景、スイス屈指の観光コースです。スイスの最高峰モンテローザ山塊、4638m が見えました。ちなみにアルプスの最高峰はモンブラン、標高4811m です。ゴルナグラート駅着9時21分、さあゴルナグラート観光です。ゴルナグラートの標高は3089m。ツェルマットのマスコット、ウォーリー君です。ゴルナグラートの魅力は何と言っても展望です。駅近くの尾根の南西端にはホテルと展望台があります。4000m 方の4分の3にあたる29座に囲まれています。ゴルナー氷河、フィンデル氷河などいくつかの氷河も眺望できます。一度は足を運びたい絶景ポイントです。これがゴルナー氷河です。
展望台からはモンテローザ、ビスカン、マッターホルン、そしてドーム、ワイスホルンなどの4000メートル級の山々を眺めることができます。そしてここはこれらの場所へのハイキング、登山の出発地でもあります。マッターホルンを背に嬉しそう。塔の上の2つのドームには赤外線及び電波望遠鏡が設置されています。ビルはクルムホテルゴルナグラートです。開業は1896年、120年の歴史があります。絶景でも空気が薄い、足が重いよ。展望台の東にアルプス三大名峰の一つ、マッターホルン4478メートル、北にドーム4545メートル、北東にアルプフーベル4207メートル、リンプフッシュホルン4202メートル、東にシュトラホルン4199メートル、南東にスイス最高峰モンテローザ4638メートル、リスカム4538メートル、そして東マッターホルンです。ゴルナー氷河です。再び登山電車です。首都駅戻ります。ゴルナグラートからローテンボーデンへ、10時12分、ゴルナグラート駅。車窓からハイキングする人たちが見えました。向かいの谷の下はゴルナ氷河です。10時19分、マッターホルンが見え隠れしています。10時24分、ローテンボーデン着。標高は2815メートル。地上駅ではゴルナグラート駅に次いでヨーロッパで2番目に高い位置にあります。ローテンボーデンからリッフェルベルク間を歩くハイキングコースを行きます。駅のすぐ下がリッフェル湖、少し下にもさらに小さめの池があります。逆さまったホルンを映すリッフェル湖、眼下にゴルナー氷河、正面にマッターホルンを見ながら歩く絶景ルートです。ハイキング初級、歩行時間約2時間、標高差232メートル、ほぼ下り、歩行距離3キロ。10時26分、ハイキングスタートです。眼下にゴルナー氷河。10時38分、リッフェル湖が見えました。スイスハイキングの定番、リッフェル湖の逆さまったホルンです。薄手のシャツじゃまだ少し寒い春の、でも
なかなか綺麗な逆さマットホルムは見ることができません。前回の2011年は全く見えませんでした。さすがの人気コース、ハイキングはほぼ全員が日本人。リッフェルこと朝焼けのマッターホルン、こんな写真が撮りたいものです。綿菅が群生していました。10時58分、少し下の小さめの池が見えました。11時、絶好の美婦、湖面は鏡のようです。でもマッターホルンの頂きは雲の中、残念。わあ、長蛇の列です。さすが人気コース。花を探してついつい遅れます。11時22分、ブルナ評価方向への分岐。分岐を右にリッフェルベルグへの近道を行きました。11時26分、最後の撮影です。雨が降り出しました。ついに雨が降り出し、カメラは雨具の中です。12時過ぎ、リッフェルベルグに到着。バー&バフェリッフェルベルグで昼食。観光写真のワンちゃん、雨で休業です。12時14分、マッターホルンは雨雲の中で見え隠れ。小雨に煙るホテルリッフェルベルグ、三つ星ホテルです。マッターホルンが背景の絶好の立地にあります。3度目、また登山電車です。リッフェルベルグからツェルマットへ。リッフェルベルグ発12時58分の列車でツェルマットへ。下にリッフェルアルプ駅が見えます。リッフェルアルプ駅です。13時5分、リッフェルアルプ駅を通過。
13時17分フィンデルバッハ駅で停車中です。路線長9キロのうち5キロほどが単線区間、上り電車待ちで停車中でした。ここは終点ツェルマットの一つ手前の駅です。13時24分ツェルマットの街並み、13時半ホテル着、部屋はバルコニーからマッターホルンが見えます。ホテルの建物も部屋も新築のようです。ベッドはツインが2つ、窓の外にはマッターホルンが見えるバルコニー、地下1階にはプール、ジャグジー、そして日本式お風呂とサウナがありました。7時、夕食は昨夜と同じレストランロストールでラクレットを、チーズの匂いにも慣れました。昨夜のウェイトレスに再会しました。ラクレットは食べ放題、2人で93フランほど、ただしなぜかワインが2日とも無料でした。